やめますってこと。しまえぞ。しまえぞ。しまえぞ。結構こうヒップホップが好きで、まあいろんなクラブとかにたまにライブ見に行ったりするんですけど、結構アングラな人数も10人ぐらいいるかいないかぐらいのあのイベントとかあるわけですよ。まあそういうイベント行った時に東海オンエア知ってくれてる人がいて声かけてもらえると、うん、お、なんか同じ匂いの人がいるんだって。あのそう、ね、完全別界隈で声かけてくれるっていうか。そう、まあその嬉しさをね分かってもらいたいなっていうので、うん、こんなところで視聴者さんと会えるのみたいな企画を考えたわけです。うん、わけなんですね。はい。はい、わけです。考えたつ夢丸考えました。考えました。夢丸は考えた。ここじゃ合わんだろうみたいな。ここにいるのかみたいなところにちょっと皆さんに行ってもらって、で、そのまあそこにタイムリープしたら。いやでも危ないよ、タイムリープしたら過去に戻るとは限らないから。見ないじゃん。違う、うん、そっか。まあなんかこう、そういうクラブとかであったら仲良くしたいなとか思うじゃないですか。ああ、はい、はあ、クラブね、仲良くしたいなと思うじゃないですか。クラブ以外の場所でも可能なんじゃないかな。なのでなんだよ。バキッバキッ。全然スッといけそうだけどそのまま。ということでね、今回はですね、はい、そこに視聴者おらんやろっていうか、そもそも人そんな通らんやろそこにはっていう僻地と思われる場所にですね、朝から晩までいて、で、その少ない人数の中でさらにこの視聴者さんに出会う、こんな奇跡的な体験をしてきたやつの勝ちっちゅうわけで、どうや。それや。それが言いたかったんや。まあ、っていうのを皆さんにやってきてもらいました。そう、もうやってますからね。やますもう、はい、一番強いのは1人で、次に強いのは2人でって順番に行って、うん、最終的に一番弱いのは0だね。0です。0のメルですね。合わないのはダメ。まあ僕あの今回だいぶ安牌引いてきたんで。おお、安牌、これの安牌どこだ。仮にあったとて、おおってちょっとなりにくいところにしちゃいましたけど、まあ要はこの VTR4 本見てるだけの動画じゃないですか、言うたら。そうね。なんで、まあさすがにちょっと0000ってなったら、どうすんだと。普通はこれくらいっちゃうよね、こういう場所でもっていう場所に行ってまいりました。はい。はい、それでは VTR、こちらです。こんなところで視聴者に会えるの、虫眼鏡チームです。私、はい、海に来ております。まあ、海なんて言ってしまったらね、皆さん、虫眼鏡はどこまで行ってしまったんだと、期待してしまうかもしれませんが、安心してください。愛知県です。僕はですね、今、愛知県の伊良湖岬に来ております。愛知県の形はですね、よくゴローニャに例えられるんですけれども、はい、今、あの手書きのイラストが出てると思いますけど、このゴローニャの足の部分ですね、この足のつま先の先っちょの部分に来ているわけでございますね。で、この場所なんですけど、愛知県民以外の人からしたら、この伊良湖岬、どれくらい人がいないのか、よくわかんないと思うんですけれども、まあ、正直言って、まあまあいます。今はね、後ろで釣りをしているおっちゃんなどがいるんで、一っ子一人いないっていうわけでは全然ないです。なのでね、可能性は全然あるかなとは思うんですけれど、一応この地形的にね、端っこオブ端っこなので、なんかの帰りにすれ違うとか、移動中にちょっと寄ってみるとか、そういうのが絶対ありえないんですよ。まあそういう意味ではね、会う人間の数をかなり制限できているのではないかなと思うわけです。まあ僕はね、ゼロはなくそうと思ってね、この場所をチョイスしました。まああとなんかあるあるっちゃあるあるですけど、あの紐みたいなやつに鍵をガシャってつけて、二人のね、この永遠の愛を刻もうみたいな、そういうスポットなどあり、もしかしたらね、東海オンエアのことを知ってそうな年齢層のカップルがうっかり間違えて遊びに来るかもしれませんね。ちょっと待って、寒すぎ。ほらほら、こういう感じでこの鐘を鳴らすと幸せになれるのでしょう、きっと。ほら、幸せの鐘、田原市幸せの鐘、宮田村永遠の鐘、どういうのがあるんだ、鳴らさせてもらおうか。お、幸せの鐘修理中です。え、こんなシンプルなものを壊れることあるんだ。しかしこれは秘宝かもしれない。幸せの鐘が撤去されている場所にカップル遊びに来ないのではないだろうか。まあこうやってこのフェンスみたいなやつにね、鍵をかけるわけですよ。ずっと守って大事にしてやる、愛してるって。素晴らしいですね。重いし、思いを念じて持ち上げてみて、軽く感じたらその思いそろそろ叶うか。30歳の間に結婚したいな。あ、もうだって全然。
はい、というわけで僕は今日ここに朝から晩までいなきゃいけないわけですけれど、ちょっと一つだけね、勘弁願いたいことがありまして、寒すぎるんですね本当に。あの寒いから今急にそうやって言ってるわけじゃなくて、すぐそこに駐車場があるんですよ。僕はその駐車場に停めた自分の車の中で一日過ごそうと思います。他のことすごい好きな人だったら、あ、これ虫さんの車じゃないか、ちょっと覗いてみようかな、あ、虫さんいるじゃんってなる気もするんで、まあ、今日はそれで行かせてください。ちょっと気分転換で砂浜歩いてまた車に戻ってみたいな感じで、日が暮れるまで市長さんを待ちたいと思います。まずいことになってきた。今4時間くらい経って、まあ、昼の12時くらい、お腹が空いてきた時間帯なんですけれども、雨が降ってまいりました。まだね小雨なんですけれど、これが本降りになってくると、まあ、誰も車から降りないですからね。そうなってしまうとちょっと絶望的か。はい、僕のチャリあれなんですけど、駐車場ね、ここは結構車あるんですよね。ちょっとこの辺に美味しそうなお魚料理屋さんがあるので、ご飯食べていこうと思います。というわけでお昼の定時報告でした。日差しゼロ。うう、ご飯食べてきました。まあね、お昼時ですし、そこそこ車も止まってるっていうことでね、あのご飯屋さんの中にね結構人がいっぱいいまして、なんとですね誰にも声かけられませんでした。で、あのご飯食べたらですね、あのサービスでブロッコリーいただきました。ありがとうございます。あ、そしてあともう一個いいよって、ネギもいただいちゃいました。はい、ありがとうございます。んで、すいません、こんなにって言って、あの、お店出たら、その、お店の外でアサリ焼いてるおっちゃんがいて、そのアサリ焼いてるおっちゃんが、サニーレタスも持ってけって、あの、サニーレタスもいただきました。ありがとうございます。以上、虫眼鏡チーム、昼の定時報告でした。おやすみなさい。いや、まずいな。そもそも僕は割と安泰な場所に来たつもりなのに、視聴者さんに出会ったとて別にすごってならない場所で大失敗した上に動画も面白くない30歳男性の Vlog になってしまう。何かとんでもないことを。これ台風とか来ねえかな。台風とか来て僕の車ひっくり返ったらしいかな。あと2時間ですね。頑張ってくれた話。何も見えん。ドゥー、はい、駐車場が何もない映像を撮っています。そして僕のチャリだけある映像です。もう街灯がないので僕の顔も映っていないと思いますが、まあこういう場所ということですかな。5時を回りまして、日もすっかり暮れちゃって潮風が肌に染みてとっても寒いなという感じでございます。私今日1日朝8時からずっとここにおりましたけれども、僕に声をかけてくれた人0人でございました。少なくとも0人ではないやろうと安全に言った結果がこのざまですよ。笑ったらいいじゃないですか。今日1日本当に楽しくない無駄な時間でした。お疲れ様でした。ということでございまして、安全に行った結果大ズレしました。安牌は安牌大ズレ、ゼロだったんだ。長い棒持ったら何か分かんないですよ。なんかみんなこうやってなんか言うのか何か分かんない棒持ってた人が次から次へとやってきてはさっと帰っていくんですね。釣り人はチャリのこと知らなかったか。しかも釣り人ってね、あいつら手足早いんだね。早いよ。2時3時にも誰もいなくなっちゃって、これもうでっこねえじゃんって言いながら夜まで頼みます。もう戻してください。まあ、僕も安牌ですかね。もう通用しないよ、すでに。僕のこんなところに視聴者、こちらです。はい、ここ皆さんどこか分かりますか。あ、なんと皇居前広場。めちゃめちゃ人いるじゃんと思うかもしれませんが、皆さんここには海外の観光客の方ばっかりです。万が一日本人がいた場合だとしても、国会議事堂とかありますから、めちゃめちゃ偉い人しか歩いてないんですよ。もう官僚みたいなね。あのメインのところからちょっと外れたここの辺鄙です。9時半、存在スタート。40代くらいの女性が歩いております。私のことは完全に気づいておりません。イギリスから来たギャルもいますね。最初ね、あっちの方の、あの武道館の方の公園に行こうとしてたんですけど、武道館に憧れてるミュージシャンがたむろしてちょっと夢を馳せててもおかしくないなっていうことでこちらにしました。うん、いや1時間半経ちましたね。人が多い、人が増えた。すごい感じた。はい、なんでここにいるんですか。はい、旅行できたんです。旅行、はい、どこから。大分県です。大分、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。1です。でも OKOK、 1は必要だから、こっからきっぱりなければ優勝です。はい、ありがとうございます。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 
普通に旅行で来るか。もうこれ以上やめてくれ。あ、僕ですか。写真撮ってください。あ、いいですよ。はい。ねえ。こんにちは。カップル。なんか2時間前にツイッターに皇居に芝居いたってつぶやいてる人がいて。やばいやばいやばい。こんな朝から15時半までいて6人だけですから、めちゃめちゃ人通ってますからね。通る人200人に1人ぐらい。本当にチャレンジ終了です。いやマジで無駄な時間だったってことは、まあまあでもなんかずっと考え事してたし、目の前ビル群で景色も悪くなかったんで、うん、いい時間だと思えばいい時間だったのかもしれない。そんな一日でした。帰ります。で結果が6人。おお。いやそうだそうだ、僕よりはいいのか。そうだよ、君には勝ってますよ。これに勝つには5位間で合わなきゃいけないからね。うん、まあまあいいんじゃない。東京で6なんだね。もっといっちゃうかと思ったけど。いや、あれはナイスチョイスじゃない。暫定1位。いや、いってほしいね。じゃあ次私行っていいですか。どっちでも大丈夫ですか。はい、サクッと VTR 見てもらいましょうかね。はい、僕の VTR こちらです。通販で送料無料の1500円の商品を注文するのには何の抵抗もない。しかし800円の商品を送料700円で買うのにはなんだか抵抗がある。それは一体なぜなのか。その謎を探るべく我々はアマゾンの奥地へとやってきた。そう、幸田町でございます。皆様この風景見覚えがあるでしょうか。いや、もしかしたら東海オンエアのメンバーしかないかもしれない。ここはですね、じゃ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 ん、じゃ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 ん、なんとグレーゾーンアイランドのロケ地でございます。そう、ここは僕のね選挙事務所だった場所ですね。徹夜って書いてあって、もう看板も立ててあってね、何回かここで撮ったんですけど、なんとたまたまここを通過する場所を僕が指定していたということで、この先にあと8分進んだところが今回の僕のね、存在する場所です。まあだいたいこういうとこにあるよって説明はこんなもんにしておいて、早速現地にね向かいましょう。すごい、チャリがいました。一人、ここまで車1台もいなかったけど前をチャリが走ってる。ただチャリを見つけたら興奮するぐらいの場所です。あ、もうすぐ着きますね。はい、あった、ここだ、ここです。ちょっと車止めて降りてみましょう。着きました。おはようございます。自転車の方は颯爽と挨拶をして行ってしまわれた。ここにねベンチが2つと車が若干止めれるスペースがあるっていうね、この場所大草展望台という場所ですね。マジでこれだけ。ちょっと展望台だから景色見てみるか。おー、綺麗じゃん。結構悪くない景色ですよ。紅葉もねちらほら、本当にちらほらですけど。ということでね、こんだけのスペースしかないんで車は置いておけないってことでね、今回は後輩に送ってもらったんで荷物だけ下ろして、後輩はもう帰ってしまいます。今ちょうど8時なんで6時ぐらいですかね。日がもう完全に落ちきるまではここにいたいと思います。それじゃあ早速10時間居座るためのね準備していきましょう。8時7分たった一人一組の視聴者さんを待ちたいと思います。スタート。よいしょっと。ちなみに後輩は買い忘れた僕のご飯を買いに行ってくれます。でもやっぱ景色がいいから楽しいですね。うん、楽しいよ。ここでストリートビューで見たら犬の散歩をしているおじいさんがいたんですね。なのでもしかしたら徒歩の方が通るかも。あ、どうぞ。すいません。あ、先ほどの、すいません。一番最初にお話ししたあのチャリの方でした。挨拶だけということで視聴者さんではございませんでした。よーし、待つぞー。車、お前かい、お前かい。めちゃくちゃ上がっちゃったわ今。補給物資が届きました。おはようございます。8時40分3人目の方が通過しましたが挨拶のみでした。今10時です。2時間しか経ってない。あと8時間もある。もうちょっとさすがに限界が来ました。走ってこようから。ちょっと軽く往復するわ。これ寒すぎる。あまりにダメだ。
ちょっと爆死になるわこれ。10時44分初めてこっち側から車が来ました。慌てて顔をねこうバッて突きつけてみたもののあまりにもおじいさんすぎました。やばい、若者がマジで一人も通らない。若者こーお前かい、お前かー。さあ補給物資が届きましたよ。時計が来ました。バイク用の電熱ウェアだ。マジやりすぎぐらい。うわまた来た、毛布だー。わーやばい、毛布やば。しかも無敵バッテリーも届いた。おいおい、俺これ楽しいキャンプ動画みたいになっちゃってるじゃん。ありがとう。マジで一番最高だった今回が。こんにちは。おわんだよ、ふざけんなよマジで。おにぎり2個。あーナイス。ファミチキナイス。もうあったかいもん、あったかいもんね。じゃあね。は2時間はいろって。ダメなんて。いける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 けど、お前それ切り返した後俺引きながら行くやんそれ。おい前すんな、前当たってるよ、当たってるって。はい帰れ。こんにちは。二人組の人がいた。こんにちは。歩いて来られたんですか。え、歩いて来られたんですか。そうですか。何してるんですか。あ、ちょっと YouTube を撮ってまして。あ、YouTube？ はい。今までで一番興味を持っていただけたんですけどね、この対面でわからないということは視聴者さんではなかった。何系の YouTuber？ 友達とバイバイ楽しく、僕の視聴者さんが通るかどうかをここで検証してて。なかなか5分ぐらいじゃないですか。ここは20代の人とかって通ったりしますかね。土日だったら若い人結構走る。今日金曜日か。気をつけて帰ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。午後は 2,3 人しか通らないということでね。午後の 2,3 人もう行ったな。そう思うとワンタンもう来ないかもね。隠れちゃう。やばい。この森に住む全ての生き物よ、俺に取れ高をくれ。5時になってしまった。これはやばい、これは暗い。あなたが通ったっていいんですよ。あなたが結構立てていいんですよ。ちぃんじゃねえ。17時20分マジで真っ暗になってしまった。もしや、これは迎えだー、終了。いやーでもイメージしてたのはこれなんや。そうだね、これをみんなやってくるだろうなって思ったから、だから僕はアンパ行ったんや。安全に行きました。後半の人の来なさすごかった。夜にはすごいかんな。信じられんくらいこんラスト、はい、VTR こちらです。
はようございます。上高寺駅というところにやってきました。オープニング今撮ってるんですけど、オープニング前に実は視聴者さんと駅で会いまして、どこで撮ろうかねって話をしてたら、まさか絶対会うわけないと思ってね、場所選んだんですよ。僕もちょっとまさかなんか見たことあんなと思って、まあ本当邪魔にならなそうな場所で撮ろうかなということなんで、僕が今から言うのはね、ここ入り口のこの端っこの湿ってるところら辺で座ってやろうかなと思っております。で、ちなみにこの上高寺駅は周りに民家が1軒2軒ぐらいしかない駅になるのかな。え、なんでここで会うのっていうような駅なので、ちょっと待ちたいと思います。はい、あれから1時間が経過しました。一人も会っておりません。なんかちょいちょい人がこう歩いてくるんですけど、みんななんか登山の格好をしてたりとか、工事現場なのかわかんないけど、なんかそういうので通る人が多いイメージですね。居座ってからだいたい2時間半が経過しました。待ってた場所っていうか、居座ってた場所からちょっと奥の方に来て、まあ、どんなとこで待ってるのかみんなに見せたいと思います。こんなとこです。マジ卑怯。こういう感じでね、もう超大きい川が流れてます。で、後ろはねめっちゃ山です。やっぱもう太陽が隠れるとめちゃくちゃ寒い。戻ります。はい、現在12時になりました。この1時間ね、この駅を利用した方は、僕が見てる方はね、ちょっと名古屋方面だけなんですけど、こっち通ってった人は0人でした。残りあと5時間頑張りたいと思います。何撮ってるやつ？これ僕ちょっと今動画見てくれてる人がここの駅来るかっていうのを試してて待ってるんですよ。自分を映してるんですか？そうです、そうです、そうです。なんか発信してるの？そうですね。すいません、ありがとうございます。すいません、なんかちょうど今待ってて、どうできるか。いやちょうどずっと見てね、もしかして夢のさんかな。なんと開始から6時間で2人目の視聴者さんと遭遇しました。いや、待っててよかった。すごい若い子初めて見た。どっから来るの？あ、こんにちは。東海オンエア知ってるってことですよね。ありがとうございます。声かけていただいて。ああ、すいません。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。見てくれてる？はい。ありがとうね。またね。5人目です。いや、中学生かな？ゆめまるって気づいてくれたという。さあ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 、今電車が上高寺駅を出ました。今多分さっきの電車に乗ってたであろう方が前を通り過ぎたので、私はこれで帰りたいと思います。5人という結果になりました。お疲れ様でした。はい、おー、なるほど。とで5人ですね。で、まあ駅利用してたのはだいたい30人ぐらいですかね。あ、いいね、30分の5。いいね、そうですね。なんでスコア的に言うと俺が優勝。はい、おめでとう。6対カスカス。0-0。こんなとこに視聴者いるのかってところに一日座ったんですけど、うん、きつかった。みんなきつかった。きついって。10時間弱とかでしょ、もう多分みんな、うん、朝から夜までだと。そうだね。40時間これ今の V にさ、主役者が多いし。マジで薄いよ。バカすぎよ。僕と哲也の V どうなってるか知らんの。あ、てかあれか、編集部さんだもんね。うん、俺フルで回しました。うるせえ。フル絶対なって。8時17時半フルです。死ねえ。いやー、夢丸のヒップホップのイベントが一番強えやん。じゃあ